平成30年論文式本試験管理会計論の公表及び解説を始めていきたいと思います担当はレクセン人工師井上です、えー、どうぞよろしくお願いしますはい、えー、本試験皆さんお疲れ様でしたまあ今回ね管理会計論に関しましてはかなり難易度が上がったと見ることができますのでまあ皆さんも本試験終わった後ですねどっとまあ疲労がね押し寄せてきたのではないのかなと思います で気になっている方が、ね、多いと思いますけども、まあ、今回の管理会計論単体,にえ単体のまあ目標点数としましては、まあ、37点というのを現時点点では試算してあります、まあ、37点っていうのがね、ねの点でのまあ合格ラインになってくると考えてください。まあ、これを、ね、高いと見るか低いと見るかっていうのは、ね、かなり感想は人によって違ってくるかもしれませんけれども。 まあ今回ね、かなり解きづらい問題が多かったわけですから、まあ、相当ね、あのー、難易度はね本当に高かったのかなと思いますねあの。各問題ね、一個一個見ていくと、結構トラップがね、何個かあのー、置かれていて、まあ、実は簡単なんだけれども、そういうね、あのちょっとしたトラップに引っかかってしまって、思うようにね、正解にたどり着くことができないという、ですねそういう問題が多かったように思います。 まあ例えばね、あのー、第1問問題に1における連産品の計算が問われていますけども、まあ、問いの一番の連結原価の計算っていうのをするときに、副産物の評価額を引き忘れるとかですね、あるいは、まあ、この第2問問題2における ABC の問題ですけど、売上総利益の計算において変動販売費っていうのを間違えて控除してしまうとかですね、まあ、そういうミスっていうのが結構起きる、ね、内容だったように思います。 だからまあそういったミスがねなければあの37点っていうのはそんなにあの超えていくのは難しい点数ではないのかなとは思うんですけどもそこのミスが出てしまった方はですねなかなかあの結果は伴わないことになったのかなと思います、はいまあ、非常にねまあ、底意地の悪い問題というとちょっと作った人に失礼かもしれませんけどもあのー、かなりまあ意地悪な問題だったようには思いますね。はい で資金管理も非常に難しい問題ですしね、ねなかなか時間内にあれを解き切るって方はねいないでしょうから、まあ、基本的に営業再建、債務絡みのキャッシュフローっていうのは出すことはできないでしょうからね、もう計算についてはほぼ壊滅でも仕方がないのかなと思います、はい、だからもうまともに取れるものっていうのがそんなに多くはなくて、ですねあのー、絶対に取らなきゃいけないものっていうのが、まあ、第一問、問題二の標準原価計算とか。 であとまあ ABC の計算問題ですねこれ関東はできなかったとしてもですねあのセールズミックスの計算のところなんかは絶対できなきゃいけないのかなと思いますが、まあ、この辺の基本的なところの取りこぼしがなければ、まあ、計算に関してはですねまあそれで大丈夫なのかなというふうには思いますあとは理論でどこまでね部分点を取れるかっていうところがねあの鍵を握るかなと思うんですけれどもただ今回ね理論問題に関してもですね あのかなり回答行数っていうのが減っていておそらく配点点ベースでも相当点数は減るのかなと思いますちょうどね昨年度に関しましては理論の回答行数っていうのが、まあ、50行ってことで1行1点で50点って形になりましてあの計算と理論で50点50点の配点だったかと思いますけども。 まあ今回の試験に関しては理論の回答行数としてはまあ30行ちょっとってことになりますので、まあ、大体計算と理論でまあ1行1点だとして7対3ぐらいの割合になってくるかと思いますのでかなりまあ計算に偏った、ね、あの回だったのではないのかなと思います。はい、でしかも理論に関しても典型問題がです、ね、そんなにあの問われなかったのでどちらかというとまあ計算に付随したような理論問題っていうところが、ねまあ、中心だったようには思いますので。 なかなかね、あのー、がっつりと理論対策をやっていた方はね報われない回だったというところで、非常にまあその方はねあの辛い思いしたかもしれませんけれども、ただ、まあなんとかねあのー、最低限の37点というところは、死守してほしかったかなというふうには思いいますはい、で各問題ね、ね今から見ていきたいと思いますけれども、第1問、問題1からですね確認をしていきたいと思います。 で第1問問題1はこれは連結原価の算定問題ということになりましてでこちらね結構間違えた方いるんじゃないかと思うんですけど連結原価 A 製品と B 製品の連結原価を答えなさいっていうふうに問われているわけですから、まあ、当然これ第2工程の完成品の原価その総額から 副産物の評価額っていうのをマイナスしてあげる必要性がありますんで、これ、第2工程、完成品の原価をね、おそらく答えた方、結構いると思うんですけども、副産物の評価額をマイナスしてあげないと、A 製品と B 製品の連結原価を答えたことにはなりませんので、副産物の評価額の処理がちゃんとできてるかどうかですね、それも問いの一番ではね、 まあ回答に関わってくるというところで、まあ結構間違えてしまってもしょうがないところはあるのかなと、はい、ただまあそこの間違いがなければ、特に難しい要素っていうのはないかと思います。普通に工程別計算で、まあ第一工程完成品原価を第二工程に振り替えていって、で第二工程の完成品原価を計算していくっていうまあいつも通りの流れになっていますから。 もう通常の工程別計算が問われているだけですので、第2工程完成品原価を出すことそのものはね全然難しくはないかと思います。はい、あとは、その副産物をちゃんと処理できるかどうかですね、そこに関わってくると。あそこが回答に関わってくると、はいで。次の問いの2番ですね、正常資格基準に基づき、各連産品への連結原価の案分を行うとで。当年度の予想営業利益を算定しなさいということで。 これも結構引っかかってしまった方いるんじゃないかと思うんですけどこの1 0 0 0キロと8 0 0キロに対して連結原価の暗分をするわけですからこの1 0 0 0キロと8 0 0キロの、まあ、この正常死価っていうのを求める必要性がありますんでね1 0 0 0キロと8 0 0キロに見積もり倍価を掛け算する必要性があるんですけど間違えてこっちの750と6 5 0キロに対して掛け算してしまった方がいるんじゃないかなと。 要は A 製品と B 製品の売上高を基準にして連結原価の安分をしてしまうというね間違いがまあ起きやすいそういうね問題になってるかと思いますはいこれ単にねおそらく連結原価を安分しろっていうだけの問題だったらそんなに間違いないと思うんですよでも今回営業利益を計算しろって言ってるのでここでまあ一旦売上をおそらくね横の方に書いとくと思うんですよ多くの方ねはい でそれを使って安分すればいいじゃんっていうのであのやってしまうっていうねそういうミスがね本当に生じやすいのかなと思います。まあそれをねだ狙ってね試験の先生も出してるとは思うんですけどもちょっと意地が悪いですねこれはね、はい。ただまあなんとかねここは対応できてほしいところではあるので、まあ、この1 0 0 0キロ8 0 0キロここに対して見積もり倍以下を掛け算して。 分離点における正常歯科を求めてそれを基準に連結原価を安分するとでその後その連結原価を売上原価と期末の製品に対して安分するという手続きを取っていくと、はい、ちょっと具体的な計算を見ておきますともう解説も作り終わっているので確認しておきますと。 回答プロセスはこちらになりますけれども、まあ、これで売上原価ですね、A 製品と B 製品について求めてもらったら、24万3000と30 7125っていうのが求まりますので、まあ、これで A と B の売上総利益、それぞれ出して合算してもらって、販管費をマイナスしていけば、21万8625000円っていうのを求めることができますね。はい、よろしいでしょうか。 まあ計算構造的にはね非常に分かりやすい問題ではあるのでなんかその構造面で複雑かっていうとそういう問題では全然ないんですけれどもただまあそういったちょっとした部分でのミスっていうところがねまあ最終的に正解につながらなくなってしまうというところでまあ結構怖い問題ではありますねパッと見は簡単なんでものすごいねあのできそうだなと思ってねまあ解いた後も結構できたって感覚があったとしてもね蓋開けてみると間違えてしまってるっていうねそういう問題になっているんで まあかなりねあの落とし穴がある問題だなっていう印象はあります。はい、で次の問いの3番ですね。生産量基準によって連結原価を安分するとでこの計算の特徴について説明しなさいってことでまあこれはね結構基本的な問題になりますので問いの3番括弧1については、まあ、精度の高い回答が要求されます。で一応模範回答はこちらですね。 生産量基準によって連結原価を安分すれば販売価格の異なる連産品単位あたりが負担する連結原価は同じとなり、まあ、連産品間で利益率が異なる結果となるとで計算は簡便的であるが正常歯科基準と異なり連産品全体の収益性と各連産品の収益性に乖離が生じることとなると。はい まあ何書けばいいかっていうふうに悩んだ方もいるかもしれませんけれども生産量基準で連結原価を安分すればですね A 製品と B 製品の販売価格が異なっている場合はその 1kg あたりの連結原価の負担額っていうのがどうしても同じになってしまいますんで、まあ、結果的に原価率が連産品間で変わるんですよね販売価格は違うわけですから。 1>, 1キロあたりの原価は同じだったとしても販売価格は1キロあたり違いますのででも連産品っていうのはそもそも A だけ作るとか B だけ作るとかっていうのがそういう生産の方法を取ることができないものになりますんで、まあ、同時必然的に発生するものが連産品になりますから。 そもそもも片方だけ収益率が高いとかもう片方は収益率が低いとかっていうその計算っていうののは合理性を書くんですよその点正常歯科基準であれば売上っていうのを基準に連結原価を安分することになりますので売上と原価の割合っていうところが連算ピン間で変わることはなく売上の原価率っていうのが等しくなる結果利益率も等しくなるというね合理的な計算をすることができるんですね。はい まあそのことが頭の中に入っていればですね、まあ、生産量基準だと、まあ、こういう、ね、結果が生じてしまうと、まあ、計算は簡単なんだけれども正常資格基準と違って、まあ、この収益性に乖離が連ピン敏んで収益性に乖離が生じることになるんだというね、こういう回答になってくるかと思います、はい、よろしいでしょうかで次の括弧2番生産量基準に基づき連結原価を安分した時の当期の予想営業利益算定しなさいと。 まあこれも計算は難しくないですね。この分離点における生産量ですね A 製品1 0 0 0キロ、b 製品8 0 0キロを基準に問いの一番の連結原価70万2,000円を安分すれば A に対して39万 B に対して31万2,000これを売上原価と期末の棚卸資産に安分していきますんで A 製品の売上原価は29万 2500B は25万3500。 でこれを前提にして売上げの総利益を求めて販管費マイナスしてあげて営業利益を計算していけばいいということでまあ問いの3番もそんなに計算自体は難しい問題ではないのかなと思います。で次の問いの4番これがねちょっと怪しげな問題になってくるんですけれども問いの4番ですねこれまあ計算していくとですね波数が出る問題になってます。 で内容を見ていきますすすとこれ生産量を増やすんですよね原料 X の第1工程への投入量を現在の2 2 0 0キロから2 7 5 0キロに増加させ生産量を増加させることによって、まあ、利益を改善していこうというふうに狙ってるんですね。で次の資料に基づいて、まあ、この案実行した時の当期の営業利益を計算しなさいねってことで、まあ、この生産データと原価データに基づいてですね また面倒くさいんですけど第2工程の完成品の原価っていうのをまず算定していくことになります。でいつも通りまたこういうボックス図書いてもらってですね、まあ、減損に関しては度外視で両者負担ですねで第1工程から順次ですね原料費と加工費の計算を進めてもらって第1工程完成品の原価はいくらかっていうと67万5,000っていうのが求まります。 でこれが第2工程に振り返られていきますので第2工程に振り返られていって前工程費としてまた今度第2工程完成品と期末しか仮品に安分していくわけですがこの手続きを順次やっていただいて第2工程完成品原価を出せば83万255っていうのが求まります。でこの83万255から副産物の評価額をマイナスすれば連結原価が求まりますんで。 で今回副産物の数量に関しても問いの一番の時とはこれは数量が変わっているんでここは注意しなければいけません。2 3 5キロになってますから140,000円× 2 3 5キロで副産物の評価額を計算する必要性があります。でこれで連結原価79万7,355っていうのが求まったら、まあ、今度これを まあ正常歯科基準で A 製品と B 製品にまた安分することになります。で問いの2番同様ですねこの分離点における生産量に対して見積もり倍価を掛け算する必要性がありますので、まあ、この70万5,000と82万2500これを基準に連結原価を安分していけば、まあ、A と B に対する安分額はこちらになりましてでこれをまた 売上原価と期末の製品に安分すれば売上原価に対しては23万4900と、えー、あ29万6 8 8 7 5点五千円っていうのが求まるんですがここでまあ波数が出るんですよ B 製品はね29万6 8 8 7 5点五千円とこれ波数が出るんでこの波数どうしたものかっていうところで問題文の指示を見てみると波数処理に関してちょうど指示があるんで 括弧6番見てあげれば「下誤入しなさい」と最終数値を下誤入しろって書いているんで普通にこの最終数値の点5っていう部分を下誤入してここを切り上げてね296,888って答えた方ねおそらく多いのかなと思います。でもこれよく見ると円未満を下誤入することっていうふうに書いているのでこれあくまで1,000円単位の問題になっていますので。 円未満は特に波数が出てないんですよこれ五千円ですからだから下五入の必要が今回の問題に関してはないということになるんですねまあ試験員の先生がね本当にここで引っ掛けて問題を作ってきているのかどうかはねちょっと誰にもわからないところなんですけれどもこれで引っ掛けてるんだったら相当まあ意地悪な問題になりますよねはい まあほとんどの方間違えるでしょうねこれ初見で間違えずに対応できた方ってまずいないと思います、はい、もしかしたらね本当に誤食の可能性もわずかではありますけどあるのかなぁとは思いますあのこの計算条件のところ本当は1,000円未満っていうふうに書くつもりだったのに円未満になってしまってるっていうねそういう誤食の恐れっていうのはゼロではないですはい だからもしかしたらねこれ切り上げた場合の計算結果っていうのもあの正解になる可能性っていうのはわずかながらあるかなと思います、はいまあ。あんまり期待はしないで見ておいた方がいいかとは思いますけれども、まあ、もしかしたら正解になる可能性っていうのはありますね。でまあこの波数処理のトラップとかを買いくぐってで最終的に営業利益算定すればこちらになるということで、まあ、かなりね厳しい問題だなと思います。 で今度次の問いの5番ですけどこれも結構パッと見は簡単なんですけれども若干まあ指示が足りない要素がありまして、まあ、本当にこの計算で合ってるのかというところが若干怪しげなところはあったりもするんですけども、まあ、この A 製品については、まあ、追加の加工を施して C 製品っていうのを作って。 まあ作るかかどうかですね、まあ、それを検討しましょうということで追加加工の意思決定がテーマになっています。で追加の加工を施すことによって C 製品の見積もり売価は1,080,000円ですからもともと A 製品っていうのは見積もり売価600,000円ですんで1キロ当たりの差額収益っていうのが480,000円っていうのが求まりますね。でその480,000円に2 0 0キロ掛け算してあげて。 で、さらに三百五十千円に二百キロを掛け算してあげれば差額原価求まりますから。差額の収益と差額の原価差を取ってあげれば差額の利益二万六千っていうのが求まります。はい、まあ、これが一応模範解答ではあるんですけれども。ただ問題となってくるのはここの部分。この。 C 製品200キロ作るのに A 製品220キロ投入しなければならないと言っているのでこの20キロ分足りない不足する A 製品については期末在庫予定分が使用されるって書いてますこれをどう解釈するかなんですよ A 製品については他のお客さんに売る部分についてはこの20キロ部分ですねそれをこの C 製品作るために使っていくんではなくて期末在庫予定分を使って足りない2 0キロ分っていうのを補っていくっていうふうに言っているので、まあ、機価は発生ししななないいいい考えて解凍していかけければいけないんですねもう一度言いますとこれまあ C 製品2 0 0キロで A 製品2 0 0キロだったら何も問題ないんですよ。 A 製品2 0 0キロ投入して C 製品2 0 0キロ作るんだったら、まあ、この初めの差額収益の計算のところ、これでも問題ないんですよ。これで終わりです。A 製品2 0 0キロ部分の売り上げは犠牲になりますけど、その代わり C 製品2 0 0キロの売り上げを追加的に獲得することができるわけですから、まあ、これで差額の収益9万6000で何ら問題ないんですけど、問題は、ここは2 2 0キロになっているんで、この不足する2 0キロ部分の取り扱いです。 この2 0キロっていうのは将来的な売り上げにつながっていくわけですからその売り上げをこの C 製品を作ることによって諦めることになりますんで機械減価が発生するんじゃないかなっていうふうについつい思ってしまうんですよねただまあここではねあくまで期末在庫予定分を使用するって言ってるので特に 他のお客さんに対して販売する予定分を、この C 製品の製造販売に費やすってわけではありませんから、C 製品の製造にあたって機械減価っていうところは考慮する必要性がないんですね。この不足する20キロ分を C 製品の製造に充当したとしても、その20キロから機械減価は発生しないって考えるんです。そこの読み取りがこの一番難しいんですよ。 でその読み取りができれば2番っていうところはまあ高確率で正解できるんじゃないのかなと思うんですけどただまあこれもトラップがあってですねあの問いの2番の計算結果に1番の差額損益まあこの差額の利益っていうのを加算しても回答にはなりませんので注意しなければいけません先ほど計算した2万6000っていう差額利益を問いの2番の計算結果 21万8,625に加算するだけでは回答は求まらずにこの2 0キロの不足分ですね2 0キロの不足分この2 2 0ロを a 製品を費やして C 製品2 0 0ロを作るわけですからこの少なくとも営業利益の計算過程において A 製品2 2 0キロ分の原価っていうのが C 製品の売上原価になるはずなんですよ。 でもさっきの差額利益の計算では、まあ、この200キロっていうところを前提に計算しているだけでね A 製品の不足分の20キロ部分ですねその売上原価相当の部分っていうのがこの計算過程には含まれていませんのでその部分を入れてあげる必要性があるんですよここがちょっと難しいですはい あくまで営業利益の計算が問われているわけですからこの問いの2番においてはですねこの A 製品2 0 0キロ分の売上原価っていうのがこの中に含まれているわけですよ含まれているか控除されているわけですよ A 製品2 0 0キロ分の売上原価っていうのは控除されているんですけど本来その2 0キロ分不足する分ですねその20キロ分の 原価っていうのは期末の棚卸資産としてカウントしていたんだけれどもこの C 製品の製造を行った場合はその2 0キロ相当っていうところが売上原価の中に含まれていくんだっていうそういった内容なんですね。したがってこの問いの2番における A 製品に対する連結原価の安分額32万4,000。 これ2 0 0 0分の2 0キロっていうのを掛け算してこの不足分2 0キロに対する連結原価の安分額を求めて、まあ、これを売上原価として追加的な売上原価としてこの左側の計算式に対して、まあ、減算してあげる必要性がありますそうすれば2 3 8 1 4 5十五千円っていうのを求めることができますねはいよろしいでしょうかで最後問いの6 問いの6番は問いの5番までができた方であればそんなに問題なく回答できる内容となります、まあ、少なくとも括弧一1番なんかはもう利益の大きさ比べるだけですからねこれまでの計算が全部できていればあとはねもう容易に回答することができますで理論に関しても結構書きやすい内容なのかなと思います あのこれまでの計算方法についてね説明をしていくような問題になってくるわけですけども、まあ、これまでの計算方法においてねなんで営業利益っていうのが増加したのかっていうのが分かっていれば、まあ、対応することができる問題ですね、はいまあ、生産量を増やすとかですねああ生産量基準に変えるとかあるいは生産量を増やすとかっていうのを見てきたんですけどもこの まあ案1ですねこれは生産量基準に連結原価の安分基準っていうのを変えるっていう話だったんですけれども生産量に変えたところで別に連結原価そのものの金額が変わるわけではないので収益性そのものもが別に改善したわけでではないんですよねでまた案の2番に関しても生産量を増やすっていうのも同じことで別に連結原価そのものが、まあ、金額が減ったわけではないんですよね。 まあ連結原価は下がりますけども別に原価の発生額そのものが別に変わるわけじゃないじゃないですか生産量を増やしたところで単に連産品単位あたりが負担すべき固定費の金額が下がってるに過ぎませんからねこの辺はもう直接原価計算の考え方になってきますけども、まあ、全部原価計算と直接原価計算の比較っていうところが分かっていれば対応することができると思いますけれども まあ生産量を増やしたところで、まあ、結局ね1キロあたりが負担する固定費の金額が減るだけで原価の発生総額が減ってるわけじゃないじゃないですかだからあまり本質的な改善にもならないんですよ収益性を改善しようと思ってねでその点案の3番最後の追加加加工を施して A 製品を C 製品に変えるっていうのはこれは追加的な利益を獲得することができるんで 収益性の改善に直結している選択肢ってことになりますから、案さんっていうのが最善策ですよっていうのを答えてもらえればいいと、はいまあ、割と答えやすいと思います。よろしいでしょうか。で、今度、問題2番ですね、見ていきたいと思いますけど、まあ、標準原価計算の問題でもう、計算部分は大丈夫かと思います、こちらについてはね。 あの仕掛かり金勘定を作るとパーシャルプランによって記帳するという非常にオーソドックスな問題となっていますので、まあ、本当にできれば完当してほしいぐらいの問題になりますね。はい、で次の問いの2番ですね当工場では原価標準設定する場合に標準消費量に正常減損分を含めていないと。 この方法によって原価標準がどのような特徴を持つのかまたモチベーションの向上以外に経営管理上のどのようなメリットがあるのかをそれぞれ1つずつ述べなさいってことでこれまあちょっと試験員の方もですね一部混同しているところがあるのかなと思うんですけどあのー、これ理想標準原価のメリットを答えるような問題ではないですからねその点注意してくださいこの問題は原価標準を設定する場合に 標準消費量に正常減損分を含めてないっていうふうに言っていて要は正常な減損費については別立て計上しているいわゆる第2法による標準原価カードを作ってるということを言ってるんですよここはね。標準減損費っていうところを完成品の標準原価を中に含めていないっていうことを言ってるわけじゃないんですよ。 減損費っていうのを完成品の標準原価の中に含めていないんだったらこれ理想標準原価ってことになるんですけども今回の話っていうのはこれは含ませ方の問題で標準消費量の中には正常減損分を含めておらず正常減損費については別立て計上をしているっていうのが本門なんですね。ここをね理想標準減価 っていう風に読んでしまった方はですねこの理想標準原価がどういった特徴を持つのかあるいはどういったメリットがあるのかっていうねそういう回答を書いてしまったことかと思いますおそらくそういうミスリード結構あると思います一応まあ講義内とかでも言ってはいるんですけどねあのこれ第一法第二法の話っていうのとまあこの理想標準っていうところの話はね明確に区別をしてくださいねってことは申し上げているところではあるんですけれども だそれでもね本試験の中でこういう文章を読んだ時についつい理想標準の話かなっていうふうに、まあ、思ってしまってですね理想標準の特徴っていうのがどういうものかとかをね、まあ、書いてしまうっていうミスはあるのかなと。はい、ただこの括弧1番は理想標準ではなくてこの標準原価カードの作り方に関する話だとしてこのいわゆる第2法の特徴っていうのを答えなさいっていう問題になってると。 考えたとしても、その第二法の特徴ってなんだろうなって言われるとなかなかまあ答えづらいところはあるんですよね。結構答えがまあ難しいというかもう当たり前のことしか書けないって感じになってしまうので、まあ結構ね答えとしてはあの問われていることが分かったとしても結構作りづらいところはあるのかなと思います。一応模範回答としてはこういうちょっとしょうもない回答にはなりますけど。 まあ、正常減損費を独立表示するためそれを含まない賞味標準原価とそれを含む総標準原価を区分表示することができると、まあ、当たり前じゃんって感じなんですけどまあほかにも別に回答は考えられるかと思いますあの例えば非度外症に対応した標準原価カードの作成作成方法を取ることになるため、まあ、減損費っていうところを別立て計上することができるとかですねまあそういう表現であの説明をしてもらっても丸がつくかと思います。 で次の2番ですね。モチベーションの向上以外に経営管理上どのようなメリットがあるのかってことでこのモチベーションの向上とかっていう話ですねこれそもそも標準原価カードの作成方法とはあまり関係のない話になってきますからね。 モチベーション上がる云々っていうのは、これ、理想標準か現実的標準かっていうところの話になってきますから、ここではあくまで標準原価カードの作成方法をまあ問いたいのであれば、本来、こういうね、モチベーションの向上とかって話を持ち出すべきではないのかなとは思うんですけども、まあ、一応、第2法で標準原価カードを作れば、ですね、まあ、理想標準と現実的標準っていうところですね、この賞味標準原価が理想標準原価。 総標準原価っていうのが現実的標準原価っていうふうに読み替えることができますので、まあ、短期的なまあその業績目標として現実的標準原価ですね、まあ、これを示すことによってまあ従業員のモチベーションっていうのを喚起することができるというね、まあ、そういうニュアンスでこのモチベーションの向上っていうのをね言っているんだとは思うんですけれども。 ただどうしてもモチベーションとかって話が出てくると第1法第2法の話じゃなくて理想標準と現実的標準の話っていうのが思い出されてしまいますからなかなかここはねあのミスリードしてしまった受験生多いんじゃないかなと思いますで第2法のメリットが答えられればいいだけなので、まあ、異常減損費っていうのを原価債から分離把握することができると、まあ、これが経営管理上のメリットということになります まあもしかしたらね、第2法のメリットとして、まあ、仕掛かり品の評価を適正に行うことができると、まあ、そう回答した方もいるかもしれませんけど、ここではあくまで経営管理上のメリットを答えなさいという問題なので、まあ、正確なそういった、ね、仕掛かり品の評価とはね、また別次元のことを書かなければいけませんから、まあ、こちらが回答にはなってきますね、はい。で、次の問いの3番、当工場の当月の製造間接費。 アセゾ直接費の原価債について原価債分析結果を踏まえ製造ラインにおいて最も重視すべき債は何かを述べなさいっていうことで、まあ、製造直接費の債分析ですから、まあ、直接材料の、まあ、そういった価格債数量債直接労務費に関する賃率債時間債っていうのを計算してもらって、まあ、金額のね大小、まあ、をちょっと比べてもらうといいかと思います一応計算結果ですね見てみたいと思いますけれども まあ、材料費の際については価格差が24万8400の振り債で労務費の際については、まあ、これは時間差がマイナス7万9700とでそれぞれ、まあ、数量債が0円と賃利債が0円っていう形になりますから、まあ、注意すべき債っていうのはこの価格債あるいは作業時間債の、まあ、どちらかになってくるということですけど ただ少なくとも価格債っていうのは一般的に製造部門においては管理することができないと考えられますんでね、まあ、価格債と作業時間差、まあどちらが一般的にこの製造ラインにおいて重視すべきかっていうと、まあ、作業時間ということにはなりますね、はいまあ、管理可能性っていうのを前提とした回答をしてもらうと正解ということになりますでまた問いの3番の括弧二2番では 1> 問1の仕掛かり品勘定を参照して当工場における標準原価管理の観点から原価債の分析以外に重要な管理ポイントを1つ述べなさいということで、まあ、原価債以外でもう目につくものっていうのは1個しかないですよね、まあ、この異常減損ですよね異常原則、まあ、原価債以外でってことになりますとこの異常減損っていうところが目につきますから、まあ、この異常減損の削減っていうところを目指していく必要性がありますよと、はいまあ、これは容易に 回答することができるんじゃないかなと思いますで続けて今度問いの4番これも簡単な問題ですね標準配布率に実際時間を乗じて製造間接比標準配布額を減じてまあ、この能率債っていうのを計算するタイプの3分法とまあ、これを4分法に切り替えた場合能率債の分析にどのような違いが生じるのかを述べなさいってことで 3分法には2通りあったわけですけど本文で取り扱っているのは標準配句率に標準創業度と実際創業度の差を掛け算したものとして能率債を計算するタイプの3分法っていうのが問われてます。でそれと4分法を比べると何が違うかっていうと能率債を4分法だと変動費能率債と固定費能率債に今分離把握することができるんでね。まあ純粋にその製造現場にとって重要な まあ変動費、能率差っていうところですね。まあそれを区分表示することができるというところがまあメリットになってきますね。はいまあ、回答としては1行しかないので、能率差を変動部分と固定部分に区分把握することができる、まあこれぐらいでいいのかなと思います。はい、で問いの5番は、 当工場における製造間接費の減価債分析で最重視されるべきなのはどの債かまたその理由についても述べなさいってことで、まあ、製造間接費の債ですから予算債っていうのが一番重視されるべきですまあ農立債って回答も考えられるかもしれませんけれどもあの直接作業時間っていうのを基準に製造間接費の配布をしている以上ですね 直接作業時間が減らない限りはですね製造・間接費のその能率債部分っていうのを削減することはできないわけですから製造・間接費の管理っていうよりもその製造・間接費から生じる能率債についてはこれは直接労務費の管理において結果的に製造・間接費における能率債も減っていくわけですよ。要は直接労務費における作業時間債っていうのを少なくすることによって製造・間接費の能率債っていうのを削減することができるわけですから。 だから、納立債についてはですね、ここでの回答としてはちょっと不適切かなと思います。まあ、予算債っていうところが、まあ、一番重視されるべきものになりますね。はい、で、その理由としては、製造・間接費は一定単位の製,製品の生成と直接的な関係認識できないため、まあ、製品単位当たりの物量管理ではなくて、変動予算による金額管理が有効であるためと。はい まあ、直接費の管理方法と間接費の管理方法の違いっていうのが、まあ、問われていると。まあ、間接費っていうのは、こう管理するしかないから、まあ、予算債っていうところが重要なんだよと。はい。まあ、ここはちょっと答えづらいかもしれません。かっこ二番はね。あの、直接費の管理と間接費の管理。それぞれの管理方法の違いを説明しなさいっていう問いであれば。まあ、この回答に近しいものをね。 ちゃんと勉強している方であれれば書けけると思うんですけれどもでもここではですねなぜ予算債っていうのが最も重視されるべきなのかっていうねそういった問われ方になっているのでちょっとまあ答えづらい問題ではありますだからまあ「括弧二2番」については最悪できていなくてもしょうがないかなと思いますので「まあ括弧1番」っていうのができていれば問いの5番についてはいいかなと思いますはい。よろしいでしょうか で今度、第2問の方に移っていきたいと思いますけども、まあ、第2問について、まず問題1ですね、資金管理の問題から見ていきますけども、まあ非常に厄介な問題です。あの、初めのね、全体公表でもお話をした通り、まあ第2問問題1に関しては、もう計算は壊滅していてもね、まあそれはもうしょうがないかなと思います。まあ本当によく言えばね、ここぐらいは取れるかなってところありますけどね、ここの。 この問いの2番におけるクーランの部分ですね。まあ、所要運転転資金回転期間このキャッシュサイクルの計算について 2000×1 年度に関してはこれも各種回転期間が全部与えられていますから単純に売上債権回転期間に棚卸資産回転期間合算してこれでオペレーティングサイクルでそこから仕入れ債務回転期間をマイナスすればキャッシュサイクルが求まるわけですから。 まあ、2000末1年度ぐらいは、まあ、できた受験生の方はね、まあ、一定数いるんじゃないかなと思いますただもうこっちは無理ですねあのこっち答えられてる方は結構すごいと思いますねあのー、ここができるっていうことは基本的に問いの一番の一番難しいねまあ「あ」から「え」のところっていうところもできてるはずですからねこれがね時間内にちゃんとできた方っていうのは相当 もはや管理会計ができるというか、まあ相当地頭のいい方ですね。これはね。あんまりこれはもう管理会計ができるとかできないとかの話じゃないですからね。もう本試験の中でいかに冷静に落ち着いてね。まあ問題文読んで。でまあ臨機応変に。まあこれ見たことない問題ではありますけども。まあこの問題文の指示を計算の方に落とし込めるかどうか。まあそれが。回答に影響を与えますんで。 まあその事前の対策でどうこうできるような話ではありませんから、まあ、結構厄介なところはありますね。でまあ資金管理っていうのがそもそも厄介な論点なんですよね。まあ、どうしてもほとんど見たことない形式の問題っていうのが出てくる傾向が強い問題なんで,でどっから解いていけばいいのかっていうのも,もうその決まり系がありませんからね。もう問題によりけりなんでもう作る人によってねもう千差万別なんですよね。 だから事前の対策で100%完璧にどの問題でも解けるようになるっていうのは、絶対に資金管理の分野については、そういう対策を取ることができないので、なかなか受験生泣かせの論点ではあるんですけど、ただ、これぐらい難しいと、もう割り切って、ね、切ることができるので、まあ、逆に他の問題に時間を充当することができて、まあよかったという面もあるかもしれませんね。 でまあ問題見ていきたいと思うんですけどもとりあえずね簡単なところから見るとこの空欄「をとかもまあ簡単なんですよ。この空欄「か」っていうのが結構簡単なのでここを正解することができればこの空欄「をについてはここの財務収支のまあこの超過枠ですね8927っていうところがありますのでこの合計からですね あ、すすこっちですね。収支の超過額107っていうのがありますんでこの合計から各種この区分におけるですねこの収支の合計のところですねそこから逆算していってこの空欄をっていうのを出すことができます、はい、先にちょっと課から算定しましょうか有形固定資産の売却収入っていうのはこれはもう資料の678とあと BS を使えば求まりますんでね BS の有形固定資産の部分っていうのを使えば求めることができるのでまあ,あの結構簡単な問題ではあります。で見ていきたいと思いますがえっと。 こちらですね、まあ、有形固定資産勘定っていうのを作ってあげればいいかと思いますけれども、まあ、有形固定資産勘定を作った時に機種の母価16250、まあ、これ BS から転記していますで期末母価17005これも BS から転記してますで取得原価についてはこれ計算条件のところで与えられてますけども、まあ、計算条件というか資料の括弧コ9番あっカうん 6番ですねすいません。あ、7番か。7番で与えられてますけど、有形固定資産3680、100万円を取得していると言っていますので、有形固定資産勘定の借り方ですね、3680と。で、貸し方に関しては、原価償却費ですね、1500マイナスされていて、で、売却母価っていうところが貸し方に転記されるわけですけど、この売却母価はいくらかわからないので、 まあこの売却損っていうところをね見てあげると売却損については272っていうところが分かってますね272はい272ですねでまあここまで全部分かってるんですよ要はこの有形固定産勘定っていうのを書いたときにここまですべて分かってるような状況ですんでこの貸借差額ですね すこの合計から17005と1500と272をマイナスしてあげれば、まあ、これで売却収入を求めることができて、まあ、1153っていうのが分かります。でこの1153と272を合算すれば売却母価が求まりますね。はい。まあ、売却母価が求まればここの空欄アスタリスクのところは計算することができるんですが、まあ、別にここを求める必要性全くありませんので。 まあ、ここの1153ていうのはこういった有形固定資産勘定を作ることによって計算することができます。で、これが空欄化に入る数値ですね。で、ここが入ればですね、まあこれ、空欄化の値が1153ていうのが入れば、これで設備収支の化、まあ、っていう部分を計算することができるので、マイナス2950っていうのを計算することができますね。はい、でここの 設備収支の下の部分、マイナス2950。ちょっと薄いですね、すいません。で、この経常収支の超過の部分、であと決算収支の超過の部分で、財務収支の超過の部分ですね、まあ、これらを全部合算してあげれば、107になるというふうに言っていますので、まあ、この関係からですね、まあ、この先ほど言った、 こ,ねね、ここここのののの部部分分ででですすすねね空欄をを収支計算することができま,す、はい、まあそんなね関係性冷静になって読み取れる方はあんまりいないとは思うんですけども一応そういうふうにして一旦この有形固定資産の売却収入を求めてからこの各、ね、区分における収支の、まあ、超過の部分を計算してあげて。 まあこの全体の合計は分かっているわけですから形状収支の超過の部分っていうのを逆算することができると、はいまあ、こういう流れで回答すれば「お」とかっていうのは実はあんまり時間かからずに回答することができますただまあできなくてもさっきも言った通り問題ありませんのでここについてはもう全部ねあの回答が白紙であったとしても問題ないと思ってくださいで、 空欄、あからえはね、ここはそういう裏技は使えませんので、地道に計算せざるを得ませんね。で、地道な計算をしていくにあたって、まあ、どっから手をつければいいのかっていうのが、まあ、なかなか難しいところはあるのかなと思いますけれども、まあ、とりあえずね、この経常収入の部分からね、見ていこうかというところで、経常収入の部分ですね。 で、計上収入の部分から見ていきますと、まあ、今回この資料の括弧1番のところで売上げのうち20%は現金売上げ80%は掛け売上げでっていうふうに言っているので、まあ、あ 2000×2 年度における売上げ見積もり2 7375に対して20%掛け算すれば現金売上げ5475っていうのが求まります。はい。 まあこれがこの資金計画表における現金売上げの部分ですね。これは回答としては求められてませんけども、このアスタリスクの部分になります。で、次に今度、売掛金の回収とか受け取り手方の期日入金っていうのを計算する必要性があるんですけども、とりあえずまず、売掛金の回収額っていうのを求めていくと、まあ、こういった形、こういった順序で計算することができます。 まず一旦ね、一日あたり売上げっていうのを出してあげて、で、一日あたりのかけ売上げ高っていうところを求めてもらうとですね、まあ、売りかけ金の割合は、まあ、これ現金売上げ2割、売りかけ金8割だったんで80、80%ってことになりますんで、一日あたりの売上げ高に対して8割掛け算してあげれば、まあ、この当期と時期の一日あたりのかけ売上げを計算することができます。で、これが求まれば、期末残高を算定することができて、 売掛金っていうのはこの月末締め翌月末決済っていう条件なので今回会計期間っていうのが6月末が期末になっていますんで6月の期末における売掛金っていうのは絶対6月中に発生した売掛金なんですよ5月以前に売掛金発生,発生していたとしても6月末の段階までには絶対回収されているんですね5月の売掛金も6月末には回収されていますんで 6月末に残っているのはあくまでこれは6月中に生じた売掛金であるってことが分かればですね6月中にいくらの売掛金が生じるのかっていうのを計算してあげればいいんですよ。で6月の日数は30日ですから、まあ、この1日あたりの掛け売上高に対して30日を掛け算することで売掛金の残高を計算することができます。 でまた売掛金の時期発生額については、まあ、27,375見積もり売り上げの80%を掛け算した値21,900になります。でこれらを求めてあげてから、まあ、この回収内訳を計算するんですけどここでもさっきの考え方月末締め翌月末決済なので。 次年度あるいは、まあ、当年度においてですね回収された売掛金の金額っていうのを計算するときには5月のあ6月のあ7月か7月1日から6月30日までが会計期間で7月1日から5月の31日までの売掛金っていうのが回収されてるんですよね。 7月1日から5月30日までの売りかけ金が回収されていて6月中の売りかけ金っていうのはこれ翌年度に回収されるものになりますね翌事業年度に回収されるとはいだから計算としてこういった形になります冬期末の売りかけ金に時期発生予定っていうのを加えて時期末すなわち時期のこの6月の売りかけ金ですね 次期の6月の売掛金っていうのはこれはまた次の翌会計年度で回収されるものになりますんで、まあ、この当期の回収額っていうのを計算するにあたっては除外することになります。まあ、かなりややこしいですねこれね。 前年度における6月の売掛金については当年度回収されて当年度の6月の売掛金については次年度に回収されることになると、まあ、それを前提として計算をしていかなければいけないとで売掛金の回収は1対4の割合で現金と受け取り手形だって言っていますんで、まあ、この売掛金回収される金額に5分の1を掛け算すれば現金回収額 5分の4を掛け算すれば受け取り手形による回収額っていうのが求まります。で、この4356っていうのが空欄アの答えになりますね。で、今度この手形の受け取り額が求まったら、まあ手形,であ手形に関して今度期日入金がいくらで、割引手形になったのがいくらでっていうのを計算する必要性がありますので、今度手形の分析に移っていくんですけども、 手形の分析に関しても今と同じ要領で期末残高の推定っていうのをまずは行っていかなければいけないんですが期末残高についてこれ売りけ受け取り手形については回収サイトっていうのが全く示されていないので、まあ、何ヶ月で回収されるのかっていうのが条件として与えられていないんですよねだからどうやって計算するのか一瞬わからないなって思うんですけども、まあ、今回こういう条件が与えられてます 受け取り手形の期末残高は2000末年度の1日当たり売上高から算定される手形入金相当額から割引手形相当額を控除した額に滞留日数65日を乗じて計算するっていうふうにありますのでまあちょっと一読するだけだと何言ってるかわからないと思いますけどこの指示を使って受け取り手形の期末残高を計算することになります。 この一日当たり売上高から算定される手形入手相当額ですね。まずこれですね。一日当たりの手形入手相当額っていうのを計算してみると、この見積売上高二七三七五割る三百六十五日これで一日当たりの売上高。でこれにこの売り掛け金売り掛け金による売上の割合八十パーセントをかけてその売り売,売掛け金の回収割合ですね。 受け取り手形による回収割合5分の4っていうのを掛け算した48っていうのが1日あたりの手形入手,手形入手相当額です。で今度1日当たりの割引手形相当額っていうのはこれ割引手形については手形のうち半分は直ちに割引するっていうのが計算条件のこの括弧2番のところに示されていますのでこの今の計算式に 五十パーセントを掛け算した二十四っていうのが、一日当たりの割引手形相当額です。で、この四十八と二十四の差に対して、六十五日を掛け算して。まあ、これで期末の売掛金の、受け取り手形の残高を計算することができると。次期末の受け取り手形は千五百六十ですよと。はい。 でちなみに冬期末ですね、2000末1年度末に関しては、この3024っていう BS 上示されている冬期末の売上債権から、先ほど計算した売掛金の冬期末残高をマイナスしてあげれば、1344っていうのを計算することができます。これ、冬期末の受け取り手形を計算するときに、今の時期末の受け取り手形の計算のやり方ですね、これを適用してはいけないことに注意をしてください。 あくまでこの計算っていうのは 2000×2 年度の計算っていうふうに限定されていますんで 2000×1 年度の計算に際してこの計算をやってはいけませんからねここはもう普通にこういう BS の数値からですね推定するしかありません、はい、でまた今度丸4番受け取り手形のうち割引された金額っていうのはいくらかっていうのを見ていくと これれはもう資金計画表に示されてます。財務収支の区分のところに8582というふうに示されているのでこれは計算するまでもなくこの値が分かります、はい。ただ一応この計算条件からも求めることができまして受け取り手形の入手額っていうのが17424でしたのでこれに50%掛け算した8712っていうのを計算することができてでこの割引手形から 手形の売却損をマイナスしたものが、まあ、手形の割引による入金額ってことになります。はいまあ、自分でこういうふうに計算することもできますけども、一応資料上与えられているものがありますので、これを素直に使ってあげればいいと。で、これらをすべて受け取り手形勘定にまとめるとこうなります。今、わからないのはこの期日入金のところで、あとの部分は全部わかっている状況ですので、 対借差額を求めてもらったら期日入金額八四九六っていうのを算定することができます。はい。よろしいでしょうか。はい。まあこれが受け取り手方の期日入金ということになります。で、今度は営業債務の計算ってことになるんですけども。 経常、まあ、支出の計算っていうのを見ていくんですが、まあ、こっちの方が多分ちょっと難しいです。まあ、今度経常支出の計算ですんでとりあえず一旦この仕入れの金額っていうのを求める必要性があるんでこの売上原価と機種期末の棚卸資産っていうのは分かっていますからそこからですねこの各機関における仕入れの金額を求めてあげると。 で仕入れについてはすべてね、かけで仕入れているとあ。かけと、あと前払金を充当して仕入れているということなんですけど、この当期における19345っていう仕入れの金額は、これは全額かけによる仕入れです。はい、あくまで前払金の当期末残高っていうのは、まあ、これはあくまで当期末に発生したもので,で、時期における仕入れに充当するっていうのが問題文にも指示がありますから。 当期においては前払い金の充当はなかったって考えられますんで19345全てが掛け仕入れでただ時期に関しましては、まあ、この当期末に支払っている前払い金っていうのが充当されることになりますんでこの当期末の前払い金にこの資金計画表に示されている当期の前払い金の支払額1181を加算して 当期末のの前払金の残高、これ BS に示されてますんで816っていうのをマイナスしてあげれば730ですね。まあ、これが当期に支払った金額充当した金額ってことになりますんでこ730っていうのが、まあ、冬季というか時期か時期において充当される金額なんでこの18980から730を控除した18250っていうのが、まあ、これが 掛け仕入れの値とといいうことになります、はい、よろしいですかでこれが求まればまあ当期と時期における掛け仕入れですね1日当たりの掛け仕入れっていうのが、まあ、これが53と50っていうのが求まりますんで,でまたさっきの売掛金の期末残高算定するときと同じ要領で30日を掛け算してあげれば期種の期、まあ、種というか当期末の買い替え金が1590。 時期末の買い替え金が1500っていうのが求まります、はい。で、また決済の内訳に関しても、この6月発生分っていうのを除く買い下駄金が、まあ現金、支払い手形それぞれ1対4の割合で決済されますので、まあこの当期末の 買いかけ金と時期に発生する値と時期末の買いかけ金のこの加減算した値に5分の1を掛け算すれば現金決済額が求まりますし5分の4掛け算すれば手形の振り出し額が求まりますまあもう一個一個の計算をやっていくだけですねまあこれで買いかけ金勘定を作ってあげればこうなりますよとはいでも手形支払い手形に関してはもう同じように一個一個計算していくだけですねはい 一応まあ決済額に関してですね計算していくときにこの振り出し額は決済額より718だけ多いっていう指示が問題部に書かれているので、まあ、手形のこの振り出し額から718をマイナスしてあげれば13954ていうのを求めることができますのでまあこの買いかけ金の部分ができれば支払い手形っていうのはこれも一瞬で計算が終わりますね。はい、よろしいでしょうか。 でこれらの計算もできてかつね貸借対照表の空欄推定とかもできた方はですね、まあ、次の問いの2番のキャッシュサイクルの計算も完登することができるというね、まあ、そういった本当に連鎖する問題になっているんで芋づる式に間違いが生じますから問いの1番がねできないと問いの2番もできないしで問いの2番ができないと問いの3番の設問1もできない計算構造になっていますから。 問いの算の説問1なんかこれ何のために聞いてるんですかねだってこの 2000×1 年度のキャッシュサイクルと ×2 年度のキャッシュサイクルが求まったらこれ単に差をとって説問1の回答になるわけですからねこんなことを聞いて何の意味があるんだろうっていうのはちょっと疑問に思いますけれどもまあおそらくね、まあ、得点調整のためにまあこういう問題用意してるんでしょうね。 まあここの配点をね少し増やしたいという理由で設問1っていうところを用意してるんだと思いますはいだから実質問の3番の設問1っていうよりはこれはまあ問いの2番にまあ,あの属する問題かなっていうふうには思いますねはいで問いの3番の設問に設問1の経常収支の支払い超過に影響を与えているものに割引手形があるとでなぜ割引手形が経常収支の支払い超過に影響を与えているのかその理由を説明しなさいっていうことで まあこれはね、わからないでしょうね。まあ、初見ですとまずできないとは思います、はい。ものすごく察しのいい方だったら対応できたかもしれませんけどね。まあ、経常収支の区分ね、これはまあ計算できてなかったとしても、マイナスっていうことはわかるんですよ。経常収入より経常支出の方が大きくなってるんですね。で、その理由っていうのが何かっていうところを考えたときに、これ、割引手形っていうのがまあ、 書かれていていですねもう理由がね割引手形っていうのはそれによって入金される金額どこに記入されるかっていうとここなんですよね財務収支の区分なんですよだから財務収支の区分っていうのはかなりプラスのキャッシュになってるわけですけど本来ね性質的にはこの手形っていうのはそもそも営業活動から生じるわけですから。 それに伴い生じるキャッシュインフローっていうのはこちらの収入のところに記入すべきなんですけれども、まあ、このフォーマット上は財務収支の区分に計上されてしまっているんで結果的にこの計上収支の区分っていうのがマイナスになってしまっているんだと。本来は性質上は計上収支の区分にまあ属するはずなんですけれども、まあ、財務収支の区分の方に 表示されてしまっているんで、結果的に形状収支の区分のキャッシュが小さくなって、キャッシュインが小さくなってしまって、まあ、マイナスのキャッシュになってしまっているんだと。はい。まあ、それがね読み取れれば、まあ、回答することはできるのかなと思います。で、うまいことそれをね回答できたとしても、説問さんは無理でしょうね。 質問2を踏まえて資料 3×2 年度の資金計画はどのような考え方に基づいて策定されたものであるかについて説明しなさいっていうことでまあこれははちょっとと対応すするのはできないと思い思ますどういう考え方に基づいて策定されたのかっていうのはなかなかね回答の行数も少ないですし何書いていいのかっていうところがピンときづらいところかなと思います。 一応模範回答を示しておきますと模範回答はこちらになりますね、まあ、この手形割引を資金調達の手段と捉えており、まあ、状況に応じて資金収支のバランスを確保するという考え方っていうことで、まあ、読んでもピンときづらいと思うんですけれども、まあ、要は表現を変えるとね なんで手形の割引の入金額っていうのを財務収支の区分に表示しているのかっていうのが問われてるんですよ。これはどういう考え方でこういうフォーマットにしてるんだと。まあ、それが設問三番で問われている内容なんです。で、手形の割引入金額、この上のところを見てあげると、財務、同じ財務収支の区分のキャッシュインとして。短期の借り入れとか長期の借り入れとセットで表示されてるんですよ。 要はは一種のこれは資金調達だってて考えてるんですね手形割引っていうのはある種この借り入れとかと同じ資金調達なんだとこの財務収支の区分の上のところのねこの経常収支の超過とか、まあ、設備投資の超過とかを賄うためにね手形の割引っていうのを行っているんだっていうそういう発想なんです。 必要な時に手形の割引っていうのを行って必要なお金を調達するというね、まあ、そういう考え方っていうのが前提としてあってこういうフォーマットになってるんだって話なんですあくまで手形割引っていうのを資金調達の手段と考えていて、まあ、それを利用することによって、まあ、ここより上の区分におけるキャッシュフローのマイナスの穴埋めをしていくとまんだって話なんですあくまで手形割引っていうのを資金調達の手段と考えていてそれを利用することによってここより上の区分におけるキャッシュフローのマイナスの穴埋めをしていくとそういう考え方がこの 背景ににはありますすよっていいう非常に難しい問題で,す、はい、で最後問いの4番はこれはキャッシュロー計算書の意義目的あとまあ先ほどの説問2番のような問題っていうのがあの問いの4番では生じない理由ですねキャッシュロー計算書では生じない理由っていうところが問われているんですけれども。 まあ意義とか目的についてはこれも管理会計の問題でも何でもありませんから、まあ、財務会計の知識を使ってもらってまあ点数がねそれなりに取れればいいのかなと思います。でこの理由の部分はまあできなくてもしょうがないかなと思います。まあ、手形の割引による収入っていうのはねキャッシュフロー計算書だと営業活動によるキャッシュフローの区分のところにまあ表示されることになりますんで まあ先ほどのようにこの表示区分が違うことによってある表示区分のキャッシュのマイナスっていうのが大きくなってしまうという問題は生じないんですよ。まあ、それが理由ということで非常にまあしょうもない理由ではあるんですけれどもまあこれはもう本当に全体通してね あのまあ、計算についてはまあほぼ壊滅で問題なくて、まあ、この問いの4番の意義と目的のところここでまあ点数を、ねまあ、しっかり取ってもらってなんとかねカバーしていきたいかなってところです。はい、よろしいでしょうか。で最後問題2ですけどもこちらも解説はいらないかなと思うんですけれどもあの計算自体は非常に簡単な問題です。ただ こここだけ注意が必要ですこの売上総利益売上総利益の計算っていうのが問われているわけですから当然変動販売費っていうのは控除してはいけないんですよね。まあ本当意地悪なんですよねこの問題もあの。この前のところで最適セールズミックスの決定問題が問われているので、まあ、貢献利益の計算っていうのをしているんですよ前のところで。 だから今回も貢献利益に着目して計算をしていこうっていうので貢献利益を求めてからそこから固定製造原価をマイナスして、まあ、これで売上総利益になるなっていうふうに勘違いしてしまって回答するっていうケースがまあ多いのかなと思います、まあ、そういうミスリードを誘ってるんでしょうけどねこの問題に関してもね変動販売費っていうのは当然控除してはいけないので まあそれやってしまった方はねこのあたりは全滅することになりますからうとえとおとかが全滅することになりますねま4箇所間違うことになりますからかなり点数としては飛ぶことになりますねはい。まあ、これはできればね相当アドバンテージはあると思うんですけどもまあ、できないとね結構差をつけられる可能性っていうのがありえますねちょっと怖いところです まあどの程度ね、あの受験生全体でできてるかっていうのはちょっとわからないところではあるんですけれども、まあ、結構間違えてる方はね、多いとは思うんですけどね。ただ、ふ普段からある程度丁寧にこういった問題ね、対処してる方であれば、まあ、PL を1から作ってね、回答していくでしょうから、まあ、花からね、第2問問題1っていうのはもう飛ばすっていうね、まあ、そういうふうに決めていた方であれば、ここに時間をね、うまく割くことができて、完答することができたかもしれませんね。まあ 本当に欲を言えばこれ予備校の当連であれば絶対完登してくださいとは言うんですけど、まあ、本試験で慌てる中慌ててる中だとねどうしてもあのケアレスミスっていうのは生じやすいですし、まあ、貢献利益を使って計算したくなる気持ちも分かりますからね、まあ、結構多くの方はね多分間違えてるとは思うんですけれどが、まあ、できている方はねあのそれだけすごいアドバンテージになったと思ってもらっていいかと思いますのでできた方はねちょっと安心してもらってもいいかなと思います。はい で次の問いの2番ですね、まあ、こちらに関しましては、まあ、文章こそ長いんですけど非常に簡単な問題です、はいまあ、この部品 N' から部品 N に切り替えることによって直接材料費っていうのが、まあ、1個当たり100円多くなりますよとで製品 C についてこれは検討しているんですけども、まあ、製品 C の製造販売量は5万個っていうのがこれが ここで計算されていいるというか、う資料で与えられていますので、まあ、この5万に対して100円掛け算した500万円ですね、まあ、500万だけ直接材料費っていうのが増加することになるんですけど活動原価がこれ計算してもらうと919万減ることになりますんで、まあ、結果がトータルすればですね419万だけ原価を削減することができますから、まあ、部品を n' から n に切り替えるべきであるというのが結論です。はい。 まあ計算は非常に簡単で最後の問いの三番もこれも非常に簡単な問題です特に計算の必要性もないのでもう与えられている資料を見てですね用語の選択をしてあげればいいだけですから非常に平易な問題だったと言えますここは確実に正解したいですまあ最後の問題だからといってねもう諦めてしまった方もいるかもしれませんけどここはかなりもったいないことをしたことになりますね で以前からちょっと講義でも申し上げていましたけど結構管理会計の問題最後の問題が割と簡単になる傾向があるんですよ。でこの第2も問題1が割と疑問にななりがちなんでですよで割とそういう頭でね本試験臨んだ方であれば最後の問題の方に時間を割いてですねここにかなりねあのー、時間を割いてもらってその関東に近い形でね回答できた方もね結構いるんじゃないかと思うんですけれども。 まあなかなかね冷静になってねあのそういった対応するっていうのも難しいところはあるのかなと思いますが、まあ、何にしてもこの第2問については ABC である程度取らないとですねもう資金管理ではね点数は見込めませんので、まあ、ABC でなんとか点数を引っ張るような形で、まあ、回答していっていただきたかったというのがまあ結論ということになります。はい、まあ、以上がですね、まあ、全体の公表および解説ということになりまして、まあ、本当に管理会計はですねなかなか あの今年の試験に関しては、まあ普段できてる方でもです、ね、思うように点数が取れなかったりあのかなり事前に勉強していた方でもです、ね、あの努力が実、ね、を結ばない、ね、そういう問題だったようには思いますのであの非常に辛いい、ね、試験内容だったかとは思いますけどもあの計画の方でも申し上げましたけども本当に、まあ、あの残りの、ね、3ヶ月の合格発表前の期間についてはです、ね、あのこんなに自由に過ごせる期間というのをも,もう、ね、なかなかあのこれから先の、ね、人生においてないかと思いますので。 まあ今はね本当にリフレッシュすることだけを考えてですねあの過ごしていただければなというふうに思います。はい。まあそれではですねまあこれで、えー、管理会計論の公表日解説の方ですね、えー、終わりにしたいと思いますので、えー、皆さんお疲れ様でした。